こんにちは、吉田さん。まあ、世の中にはね、切り抜き動画はじめ、はっきり言って楽に稼げる方法もあるわけなんですけども、楽に稼げますよって言って紹介してもやらないと。で、ある程度大変な稼ぎ方ありますよってやらないと。で、簡単な稼ぎ方も一番最初にやった人から順番に席が埋まっていってすぐに飽和してしまうんですよね。泣いてしまいました。で、難しい稼ぎ方しか残んなくって、で、終わっていくね。泣いてしまいました。ちなみにね、赤ちゃんが泣く映像っていうのがうちの子は違いますけども、相当な再生数を集めているんですよ。困ったもんですね。泣くだけで稼ぐみたいなね。お前は稼げるのか、泣いて稼げるのか、ただ泣いてるだけというね、そんな放送でございました。もうね、簡単な方法をやらないと、一体何をやるんだということですね。